それでは続きまして、スーパー徳島 GX スクール指定校の4校がそれぞれ活動取り組みの発表を行います。徳島県教育委員会では、脱炭素社会の実現に向け、持続可能な社会の作り手を育成するため、環境負荷の低減や自然との共生に継続的に取り組む徳島 GX スクールを認定しています。その中からスーパー徳島 GX スクールとして指定された学校は、大学等と連携しながら SDGs の学習に先進的に取り組み、児童生徒一人一人の意識改革と行動変容を促すための新たな環境学習プログラムを開発し、その成果を他の学校に広く普及することを目指しています。最初の発表は上勝町立上勝小学校です。発表者の皆様、ご登場ください。準備はよろしいですか。演題はゴミを味方に、ゼロウエスト隊です。それではよろしくお願いします。上勝小学校4年久保圭介です。山積ねねです。今から私たちが今年1年間の環境学習で学んだことを発表します。上勝町は人口約1400人、高齢化率 52% の四国一人口の少ない町です。彩り産業や棚田、山犬岳などが有名で、町のほとんどが山地に囲まれている自然豊かな町です。上勝町では2003年ゼロウェイスト宣言を行い、町民一人一人がゴミ削減に努め、リサイクル率 80% 以上を達成しました。そして2030年に向けて新しいゼロウェイスト宣言を採択しました。新しいゼロウェイストでは、2030年までの目標を未来の子どもたちの暮らす環境を自分のこととして考え、行動できる人づくりとしています。上勝町にある小学校は上勝小学校だけです。上勝小学校は全校児童39名の小さな学校です。4年生は私たち2人です。上勝小学校では毎年4年生が地域の環境について学習しています。今年の環境学習では、私たちは最初に地域のゼロウェイストセンターに見学に行きました。この写真はゼロウェイストセンターです。上から見るとハテナの形をしています。みんなでなぜということを考える場所にしたかったから、ハテナの形にしたそうです。上の丸い形をしているところがゴミを分別する場所で、真ん中にはくるくるショップがあって、下の丸いところはホテルになっています。ここはゴミを分別するところです。ここで問題です。上勝町では全部で何種類の分別をしているでしょうか。次の3つから選んでみてください。1、15分別、2、35分別、3、45分別。正解は3の45分別です。とても多いですね。プラスチックや金属、木材などを細かく分けるそうで、少し大変だなと思いました。でも細かく分けることで、本当は
燃やされるものがリサイクルされたり、ゴミになるものが減ったりすることが分かりました。その中でも私たちが驚いたのは、リサイクルにお金がかかるものやお金が入るものがあることです。きれいなプラスチックはリサイクル工場に出すと1キログラムで 0.53 円で1円もかかりません。でも次の写真を見てください。汚れたプラスチックだと1キログラムあたり 63.8 円もかかるそうです。まだ価値があるものはリサイクル工場に出すと、なんとお金が入ります。そのお金は町やセンターに入るそうです。ハテナの真ん中の部分にはくるくるショップがあります。ここでは町の人がまだ使えるけどいらなくなったものを置けたり、欲しいものが無料でもらえたりします。食器の他にも本、ゲーム機、服、楽器、体操服、おもちゃなどもあります。置いた人はいらなくなったものが誰かに使ってもらえると嬉しいです。持って帰る人も無料でもらえるので両方が得になると思いました。ゼロウェイストセンターでは、使われなくなったものやいらなくなったもので新しいものをたくさん作っていました。ここには学校の机が使われています。少し時間を置くので探してみてください。見つけられましたか？正解はここです。いらない瓶でシャンデリアを作ったり、割れ倒されて床を作っていました。捨てるものでとてもきれいにできていました。これはハテナの一番下の部分、ホテルの中です。ホテルの中にも石や木など自然のものやいらなくなったものが使われていました。私たちは自分たちが分別したゴミが最後どうなっているのか気になって、リサイクル工場の見学に行きました。一つ目の工場では段ボールや木材を固形燃料というものにリサイクルしていました。固形燃料とは物を燃やす燃料になるものです。私たちが分別したゴミから作られています。この固形燃料は主に木材からできていて、段ボールや他のゴミも少し混ざっているそうです。2つ目の工場では主にプラスチックを固形燃料にしていました。どうしてもリサイクルできないのは毒ガスが出ないように焼却していました。この工場では主にプラスチックや畳に使われる藁を使って固形燃料を作っていました。3つ目の工場では牛乳パックからティッシュペーパーやトイレットペーパーの原料パルプが作られていました。この工場では全国から牛乳パックやジュースのパックがたくさん集められています。牛乳パックをドロドロに溶かしたものを薄く伸ばしてパルプを作ります。きれいに洗えてないとパルプからキノコが生えるそうです。3つの工場を見学して、私たちが分別したものはゴミにはならず新しいものに生まれ変わることが分かりました。自分たちで段ボールのコンポスト作りにも挑戦しました。コンポストとは生ゴミを肥料に変えるものです。給食で出た冷凍みかんの皮をコンポストに入れておくと1ヶ月でこんなに小さくなりました。トウモロコシの芯を入れてみるととても小さくなってふにゃふにゃになっていました。簡単にできるので皆さんも作ってみてください。
私たちは2年生と一緒に野菜を育てました。育てた野菜はきゅうり、なすび、オクラ、ピーマン、パプリカ、トマト、トウモロコシです。地元のカフェの方に手伝ってもらい、育てた野菜でなるべくゴミや無駄を出さないゴミゼロ料理に挑戦しました。カフェの方に教えてもらいながら料理をしました。難しかったところもあったけど、意外と上手にできました。私たちが一番驚いたのは、ピーマンのヘタやトウモロコシの芯など、本当なら捨てる部分で味噌汁の出汁を取っていたことです。他の食材でもいらないところが使えないか調べてみようと思います。上勝の特産品、彩りも一緒に盛り付けして料理完成です。きゅうりの浅漬けとトウモロコシとピーマンのおにぎり、夏野菜の味噌汁を作りました。私たちはゴミのことについて、名古屋市志田西小学校の4年生とオンラインで交流しました。交流では学校紹介の後、それぞれの町のゴミ処理について紹介し合いました。私たち2人で102人との交流で、最初はすごく緊張しましたが、慣れてくるとお互いに質問できるようになりました。名古屋市は24分別でたくさんのゴミ収集車がゴミを集めています。大きなゴミ焼却炉もあるそうです。牛乳パックは畳んで捨てるなど、上勝とは違うところがたくさんありました。上勝にはゴミ収集車がなく、ゴミを持っていくのが大変ですが、分別がたくさんできるので環境のためにはいいことだと思いました。ゼロウェイストの学習をする前は、上勝は分別がたくさんあって大変だと思っていました。学習したら自然を守るためや環境を良くするために大切なことだと分かりました。これからは分別したり、使えるものを大事にしたり、自分にできるゼロウェイストを続けていこうと思います。そして学習したことを学校や家の人、地域の人など、たくさんの人に伝えていきたいと思います。これで私たちの発表を終わります。ありがとうございました。上勝小学校の皆様、どうもありがとうございました。皆様、もう一度盛大な拍手をお送りください。それではどうぞお席にお戻りください。